中国不是韩籍，中国不是韩籍，中国不是韩籍。内藤証券中国株情報。皆様こんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。この放送は東京日本橋株都庁内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110からの生放送でお送りします。そして解説は内藤証券中国部次長の千原康弘さんです。千原さんお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。では先週から今週にかけての中国株式市場の動きを振り返ってまいります。まずは本土市場上海総合指数です。本土市場は11月13日の終値が 2654.879 ポイントで、先週11月6日火曜日の終値に比べまして 0.2% 安となりました。変わりまして香港市場です。こちらは13日の終値が 25792.87 ポイントで、先週6日火曜日の終値に比べまして 1.3% 安でした。では解説お願いします。はい、では中国本土市場から見ていきたいと思います。こちら上海総合指数の動きですが、先週は月曜日から金曜日まで下げ続けましたね。で9日金曜日には8日ぶりに終わり値が2600ポイントを割り込んでます。はい、先々週はですね、米中摩擦が解消することへの期待感が浮上しましたが、アメリカ政府の関係者がこれに否定的な見解を示しまして、先週は全体的に警戒感が強まりました。はい、緊迫してました。はい、で7日水曜日はですね、アメリカ中間選挙の大勢が判明しますと、上海総合指数は軟調になりましたね。はい、で、まあ、その後、まあ、中国の人権問題に強硬な姿勢を示したこの民主党がその、過半数を取ったっていう風なニュースだったんですけれど、それでですね、まあ、アメリカの対中圧力がさらに強くなるとの見方が出たことが背景にあったんですね。はい、で8日木曜日はですね、10月の貿易統計が良好だったことから前場は堅調だったんですが、アメリカとの摩擦が激しくなることへの警戒感から5場で下げに転じました。はい、で9日はですね、金曜日ですね、民営企業に対する銀行融資の拡大目標を政府が示したことを嫌気しまして、時価総額の大きなですね銀行株が売られまして、上海総合指数は前日比 1.4% 安となりました。はい、民営企業への過剰な融資で不良債権が増加することが警戒されたようなんですね。一方今週に入ってから昨日までは、続伸してます。はい、民営企業に対する銀行融資の拡大について政府がですね釈明しまして、買い戻す動きが広がりました。また米中摩擦解消への期待感が再び高まりまして、投資家心理が改善しましたね。アメリカの中間選挙は終了しましたが、まあ、米中関係やこれに対処するための中国の政策が、まあ、今後も中国株相場に大きな影響を与えそうです。そうでしょうね。はい、続いて香港市場なんですが、こちらハンセン指数なんですが、火曜日からですね木曜日は3日続伸でして、まあ、その間はですね2万6000ポイント台で推移してました。アメリカの中間選挙を挟んでですね、まあ、ニューヨーク市場が堅調だったことが、まあ、香港市場の支えになりました。はい、9日金曜日はアメリカの利上げ観測が強まったことや、まあ、時価総額の大きなテンセントが売られた影響でハンセン指数は4日ぶりに反落しまして、再び終わり値が2万6000ポイントを割り込みました。で今週に入ってからなんですが、まあ、上海市場が堅調だったことを追い風にハンセン指数は小幅に続伸しました。はい、で株式市場については以上なんですが、先週でしたか、先々週ですよね、まあ、公衆大橋をめぐる騒動ですね。はい、先週末も多くの旅行者がですね越境バスを利用して混雑が起きたんですね。でこちらはですね香港国際空港の近くにある鉄道駅付近の商店なんですけれども、はい、まあ、中国本土からの旅行者でこのように混み合ってます。でいろいろな店が混雑して長時間待たされるので、このように地面に座り込んだりしてるんですね。で中にはこちらの写真のように飲食店の軒先に座り込んで、まあ、チキンなどを頬張ったりする高齢者の旅行者もいます。はい、まあ、お店の中が満席なんでね、ちょっと座れなくて、うん、長時間待たなきゃいけないので。はい、でこうした状況の中ですね、香港独立志向の強い若者を中心とした団体がやってきてですね、まあ、その秩序回復を謳った活動に乗り出したんですね。はい、
でこちらのように、まあ、座り込んだ高齢者をこう追い払ったりしてるんですよね。でそうした状況を撮影に来たマスコミも押し寄せて、まあ、本土から来た旅行者が次々とこのように逃げたりしてるんですね。でこちらはですね、本土からの旅行者に排他的な団体の人々なんですけれど、まあ、彼らはですね、中国本土からの旅行者を、まあ、大量発生したイナゴと呼んでですね、罵声を浴びせたりしてるんですね。でこちらの写真のように観光ガイドにつきまとって、まあ、許可証を見せろと詰め寄ったりする活動家ですねもいたりします、はい。まあ、無免許の観光ガイドを取り締まろうというわけなんですけれど、まあ、もちろんそうした権限はですね、こういった団体にないので、まあ、嫌がらせのようにも映るんですね。まあ、ただ全ての香港市民が本土からの観光客を追い払ってるわけじゃありません、はい。まあ、こちらはですね、その本土からの旅行者に排他的なグループと融和的なグループが警察官を挟んで罵り合っているところですね。このように香港社会でも分断が起きてます、まあ、過去にはですね、こうした本土からの旅行者を追い出そうとする動きが香港中に広がりまして、ありましたね、はい、旅行者への嫌がらせや暴力が発生しましたね。今のところ大きな事態には至ってませんが、まあ、エスカレートすれば本土からの旅行者が減少して、まあ、再び香港の観光業や小売業が影響を受ける可能性があるかもしれませんね。わかりました。ここまでは本土市場、そして香港市場の動きについてまとめて解説いただきました。この後は知って得する情報コーナーです。内胆证券中国股市行情。知って得する情報コーナー、このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題取り上げています。さあ千春さん、今週の話題お願いします、はい。今回はですね、11月11日に行われたアリババの e コマースセールのダブルイレブンについて話をしたいと思います。今年もやってきましたね、はい。ではですね、ダブルイレブンとは何なのかちょっと紹介したいと思います。こちらなんですが、ダブルイレブンはですね、ちょっと前までは日本ではシングルズデーと呼ばれてました、でこちらの図を見ても分かると思いますが、まあ、数字の1がですね、1人の人間がこうポツンと立ってるように見えますね。でこの寂しい1が4つ並んだ11月11日が、はい、まあ、中国では独り身のみ独身者の日とかですね呼ばれてまして、英語ではシングルズデーと呼ばれてました、はい。でアリババの e コマースサイトではですね、2009年からシングルズデーの11月11日にセールを行うようになりました、でその盛り上がりがすごいため、近年はシングルズデーというよりも、まあ、e コマースセールの日として、まあ、社会的に認知されるようになってます、はい。このため、まあ、最近ではですね、11月11日は、まあ、シングルズデーではなく、ダブルイレブンですね、英語で、そのように呼ぶようになってきてますね。いい言い方ですね、はい。でアリババが主催するダブルイレブンのセールは2009年から行われていまして、今年で10回目を迎えました、はい。で今ではですね、11月11日の e コマースセールは、まあ、海外にも飛び火しまして、日本でもいい買い物の日と目を打って e コマースセールが繰り広げられていますね。まあ、中国経済をめぐっては景気の下振れなどが懸念されていますが、今年のダブルイレブン、さあどうだったんでしょうね。そうですね、 IT のさらなる普及や旺盛の内需を背景にですね、今年もダブルイレブンがもう盛り上がりましたね、はい。でこちらはですね、ダブルイレブンの会場の様子なんですが、動画ですね、はい、巨大スクリーンにですね、刻一刻と流通総額が現れます。で流通総額っていうのは e コマースサイトでの、まあ、買い手と売り手の取引制約額の累計なんですが、今年は初めてですね、流通総額が2000億元の大台を突破しました。おすごい、はい。巨大スクリーンにもですね、その2000億元を突破するメッセージがですね、こう祝福する形でこう現れましたね。今出てましたね、はい。でこちらは最終的な流通総額なんですが、今年の最終的な流通総額は2135億5049万7011元ですね、うん、はい。まあ、日本円に換算しますと約3兆5000億円に達します。おー、3兆5000億円とはもうすごい金額ですよね、うん。まあ、ダブルイレブンは10周年迎えましたけども、当初誰もこんなに大きな規模になるとは思ってなかったんじゃないでしょうかね、そうですね、まあ、そのダブルイレブンの流通額はですね、驚くべきペースで増加しましたからね、はい。でこちらのグラフなんですが、これは、流通総額の推移ですね。
で最初のダブルイレブンは2009年だったんですが、まあ、その時の流通総額はですね5200万元でして1億元にも届きませんでした、うん、それが2010年には9億3600万元に膨れ上がりまして、はい、その後も右肩上がりで増加が続きましたね。本当すごいですよね、はい、で今年の流通総額は前年比で 27% の増加、金額にして452億元の増加ですね、はい、で日本円に換算しますと約7400億円の増加となりました。で今年の流通総額を5年前と比べますと約 5.9 倍になってるんですね、はい、でこちらはですね、今年の流通総額の記録更新時刻をまとめたものなんですが、今年はですね開始から2分5秒で100億元の大台を突破しました。100億元はですね日本円で約1600億円ですね。それまで2分5秒ですね。で昨年の100億元到達が開始から3分1秒だったので、まあ、1分近くも早く到達しましたね、はい、いやちょっと考えられないですね。すごいですね、はい、その後開始から1時間以内に、まあ、2014年までの記録を次々と更新しまして、開始から15時間49分39秒後に昨年の記録を突破しましたね、はい、そして22時間28分37秒後ですよね。もうデジタルだから秒単位で分かるんですが、まあ、2000億元の大台を突破しまして、で23時ですね、その日の、18分9秒に、まあ、荷物の配送の物流件数が10億件を超えました。で最終的な物流注文件数は10億4200万件に上りましたね、はい、でこちらなんか動画が映ってますが、これはですねそのアリババの工場の傘下のですね、はい、サイニャオっていうところの工場なんですが、このようにロボットがですね働く倉庫でこうやって仕分けが行われてますね、はい、あでももう想像できないですね、本当。そうですよね、はい、で今年の流通総額についてアリババの関係者は、まあ、高額商品の取引はですねやや鈍化しましたが、はい、まあ、小型家電などが、まあ、引き続き高い成長を維持していると説明しておりまして、まあ、中産階級の増加がですね米中摩擦の影響を打ち消したと評価してますね。あとなんか若い人のですね買い物がですね、まあ、半分近くを占めてたとも言ってます。あそうですか、はい、中国の中産階級はですね、まあ、約3億人って推測されてるんですけれど、まあ、15年後にはですね6億人に増加するとの予測もありまして、はい、まあ、流通総額はですね今後も成長が続くとアリババの関係者は見込んでるようです。うん、まあ、その今年も今後も拡大が見込まれるこの、はい、アリババのダブルイレブンなんですけども、はい、日本企業にとってもビジネスチャンスなんじゃないでしょうか。そうなんですね。でこちらにまとめましたが、これは今回のダブルイレブンのデータの一部なんですね。でその購入金額とかが多かった、まあ、省とか都市を見てみますと、まあ、長江デルタや、まあ、主江デルタの省ですね、まあ、広東、浙江、江蘇とかですね、はい、目立ちますし、あと大都市ですね、上海、北京がですね、まあ、この消費額の上位に来てますね、でこれを見ますとダブルイレブンはですねその、まあ、内陸地域などにさらにこう広がっていく余地もなんかありそうなんですね。そうでしょうね、はい、うん、で中国のダブルイレブンにはですね外国の企業もたくさん参加してます。そこでその流通総額が、ね、大きかったですね、まあ、その輸入先ですね、はい、まあ、中国の人たちがどこの国から今回のダブルイレブンで買ったものが多かったかというのが、ね、目安なんですけど、はい、ここにまあ国旗が書いてますが、日本がですねアメリカを抑えて第1位なんですね。すごい、日本からの輸入が多かったんですね。そうなんですか。でその次米中摩擦のあったね、アメリカが2位になってますね。で輸入品目を見てみますと、まあ、健康食品や紙おむつ、あと各種化粧品で占められてますね。どちらかといえばこれを見ますとこう、体につけるものが多いですよ ね。 そうですね。やっぱその安全性とか高品質なものを外国製に求めてるっていうのが見て取れますね、うん、本当そうですね、はい、でこの輸入品のブランドを見ますと、日本からはですね紙おむつのムーニーですね、うん、あと、化学品ですね、生活化学品とかの、まあ、花王ですねが2位と3位に入ってます。まあ、ムーニーと花王がこう大人気だったんですけれど、まあ、このようにですねダブルイレブンっていうのは、まあ、日本企業にとってもですね巨大市場の中国に自社製品を売り込むチャンスだったりするんですね、はい、まあ、日本企業の参加ですねもうさらに広がっていくんではないでしょうかね、はい、今後の展開気になりますね、はい、本日はアリババの e コマースセールダブルイレブンについて詳しく解説いただきました。では本日はこの辺で失礼いたします。千春さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。